あなただけのつまんだ猫当選者、はい、を本日ね発表したいと思います。やった、10名様です。結構来たのかな。いや、めちゃめちゃ来ましたよ。なんかこうやっぱ本当にこう思いがすごい強かったなと思って、うん、そうだよね。5万200通来たんですよ。嘘つけな、引く5万です。5万200引く5万 200? 200けど、ね、でも俺10来るかなと思ったから。いや、でも倍率的には高いですよ。200人ってことはそうか、はい、高いね。高いですよ、高いですよ。これです。じゃあ早速ね、チャラい人早く。じゃあまず1人目が誰だろう。もぐらさん。もぐらさん、おめでとうございます。これアットマーク読んだ方がいい。もぐらクラックさん。なんて読めばいいんだろう、これ。もぐらさん、まずおめでとうございます。続きまして、続きましてドラちゃん。あ、ドラちゃん、アットマーク、アンゴちゃん、2011。なんか読み方チャラいんだけど。続きまして、ガチャラトさん。ガチャラトさん、アットマーク、KNT、アンダーバー、ガチャさん。ラジオパーソナリティー感出てきましたね。出てきた。おめでとうございます。続きまして、のべこさん。のべこさん、アットマーク、山野辺仁さんですね。あ、これ山野辺仁、これは普通だ、分かりやすい。山野辺仁さん、うん、おめでとうございます。のべこちゃん、おめでとう。なんでこういう名前つけたのかなって言ったら花粉撲滅サラダ、アットマーク、QTZVQI さん。PI じゃない、ごめん。花粉撲滅サラダ、どんなサラダですか ね本当食べてみたい、ぜひ。今ちょっと鼻むずむずしちゃってるから。で、続いて、ミツバーさん。アットマーク、MI アンダーバー、TU アンダーバー、BA10 さんですね。ミツバーって、ミツバーじゃないですか。ミツバーだね。続きましては、長え、また長え、これまた長え。で、続いて、ヘッドスパ好きな利用者、アットマーク、 F6TXHMA7IDKF49X。 これさ、アットマークから変えてないんじゃないか、わかんないけどね。連絡つくかな。別にこれ面白くて当ててるわけじゃないから。これは完全に単純に当たった感じ。当たってますね、はい、また変なんですか。ちょっとね、あの、なんかいい感じだね、なんかグーグーまみれ。アットマーク、ポンポコ、ポンポコニャンコかな。ポンポコニャンコかな。あ、でもニャンコ絶対好きっすよね。いいっすね。こういう人、うん、ポンポコニャンコ、おめでとう。ありがとうございます。続いて、はい、横島メイロさん。横島メイロさん、アットマーク、 ME で、これメイロね。あ、メイロさん、メイロさん、わかりやすい。うん、おめでとうございます。さあ、ストこれ、またさ、アットマークの後言いづれえな。ちべつな男さん、アットマーク、 791289AF263D47E さん。そうだ、ちょっと数字で言ってみよう。英語で言ったらすごいことになるからさ。長え。10人の方、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。で、こちら、まあ、今日あの発表になったんで、はい、後ほどあの DM で、はい、あのメッセージの方させてもらいます。もし連絡来なかった場合は、再度そうそう、追加でちょっとあの応募ですね、こちらも選ばせていただいて、はい、は採用できればなと思うんで、一応今回作るにあたって、まあ、いくつかちょっと方向、はい、例えば正面の顔、横のなんだろう、模様とか背中の模様とか、そういったのちょっと欲しいので、うん、はい、まあ、いくつか、素材の方をちょっとね、そうそう、お願いするかもしれないので、6面ぐらいあったんですかね、うん、頭にね、はい、一応今回実は塗るもの、塗るもの、要は元になるもの、あ、なるほど、を工場からもらってきたんで、イエーイ、はい、ちょっとお見せできればなと思って。じゃじゃじゃーん、餃子みたい、餃子みたい、わかるかな、餃子みたい。これ見比べるとわかるんだけど、これ彩色されてないですね。で、今回このものに対して、そのね、オリジナルの彩色をさせてもらってっていう流れです。へえ、はい、いいなこれ。これに1点ずつ塗るわけですよね。そうなんだよね、うん、すげえ。そうなんだよ、これは結構楽しみ、ね、めっちゃ職人さんの技ですよね、うん、これ塗るってほんと貴重ですよ。だから、あの、一応うちの方で画像をいただいて、うちの方でそれ用にデザインさせてもらうので、はい、一応ポイント、例えば鼻の上にちょっとで、こういった模様がありますよとか、うん、その猫ちゃんの特徴はね、なんかいくつか、送っていただきたいなっていうふうに思うんで、はいはい、基本的に監修とかちょっとできないので、はい、送ってもらってポイントだけ聞いて、うちの方に彩色させてもらったものを送りするっていう、はい、プレゼントするっていう流れになりますので、はい、そこはご了承いただければなっていうふうに思ってます。あともう一個、原型師さんが一人で作るので、はい、ちょっと時間はね、多少なると全部させてもらうので、はい、そこだけちょっとお待ちいただければっていうのと、もしかしたらどんどんね、これ
ツイッターとかでつぶやいてもらって、はい、拡散してもらえるとうちとしてもありがたいし、はい、あの大切にしてもらいたいなっていうふうに思います、ね、かわいいです皆さん、うん、ぜひ10年のことおめでとうございました、はい、楽しみにしてください。バイバーイ。